ましたラジオトーク、はい、不定期で開催しております。私たちの好きなもの、語りたいものについてどんどん話していこうの、動画なんですが、今日の動画、私たち旅行大好きアイドルです。はい、ということで旅行について話していきたいんですけど、今回のテーマとしては日本国内、日本の中の行ってみたい県、行ったことのある県でも何でもいいです。はい、好きな県について語りたいと思います。はい、誰から聞いていきましょうか。おー、じゃあはーい、りーちゃん。私は鹿児島県にある奄美、奄美大島。あー、県で言ったら鹿児島県かな、です。おー、どんどん言ってく感じでしょうか。あ、じゃあ一回ポンポン言ってきますか。はい、はい、水野は、北海道です。うーん、ゆーちゃん。はい、静岡県です。静岡県。ゆかちゃん。ゆかちゃんは福岡県です。うん、ひなちゃん。はい、私は四国に行きたいです。いや、もう聞いてた、行ってみたい県なんだけど。四国県、行ってみたい県ですよね。うん、四国。四国で、ファイナルアンサーでいい？はい、四国に行きたいです。めちゃめちゃ最近思ってて。うん、行きますか一緒に。四国いとこいるんですよ。ああ、え、四国、はい、四国県にいとこがいるの？そうなんです。ええー、だから会いに行きたいなって思って。本当にいとこ四国県に住んでるの？はい、そうですね、いとこ住んでるんですよ。へえ、はい、どうしますかこれ四国って、はい、四国県っていうのが存在しないの知ってる？やばい、やった？え、やりました私ちょっとやったかも、ギリ。わかんないよね。え、でも、わかる、わかるよね。やべえ、そういうことか。だから笑ってたんですね、さっき。あー、そういうことか。四国ってさ、うん、4つの国で四国って書くんだけど、まあ、言っちゃえば、4つの県があるのね。うんうんうん。4つの県、何がある四国って。4つの県、うん、が集まってるの四国って。4つの県が四国に集まってるから、四国書いて。はい。おお、なんか出てきました。県は4つですかね。四国の、え、見た目、四国の見た目、うん、ああ、これ四国か。え、ここが四国。いいや。はい、ありがとう。ありがとうございます。うん、え、どうですか。これが四国です。一旦四角の人に、はい、誤りだけ入れてた。すいませんでした、はい、四国に行きたいんだもんね。めっちゃ行きたいです。大好きなんです。私も四国行きたいです。うーん、私も行きましょう。でも二人の思ってる四国は一緒かどうかも分かんない。ね、でも四国集合って言っても、つくところが違うかもしれない。あ、そっか、そうだね。はい、そっかえ、なんだっけ、ふーなは北海道。北海道です。ひなちゃんの地位で言うと多分この辺。あ、それは合ってるわ。はい、北海道なんですけど、水野一回友達と北海道旅行行ったことがあって、あ、まず国内旅行なのに北海道行くってなったら、まあ、飛行機使うじゃないですか。そうだね。一気になんか旅行感が出る。うん、なんか電車とかでも、新幹線とかでもちろん旅行感あるけど、なんかうわ旅行してるわって感じが。飛行機乗るの水野好きなので、空港の手続きとかもちょっとヒヤヒヤするじゃないですか。あんまり乗ることがないから、うん、そうね、慣れてないと。これ、このチケットはどこで出すんだろうとか、どこ行くんだろうってとこも含めて楽しくって、北海道やっぱり何よりもご飯が美味しくって。あー、いいなー。何食べた？ジンギスカンめっちゃ美味しかった。ラーメン、味噌ラーメンめっちゃ美味しかったし、海鮮丼もめっちゃ美味しかったし、あと締めパフェ。あー、それいいよね。結構締めパフェっていう文化、札幌かなにあって、結構夜の深い時間とかも結構パフェがあるんですよ。だから私は友達とこういっぱいご飯食べてお腹いっぱいで一旦ホテル戻って深い時間にまた繰り出してパフェを食べるっていうね。うわー、いいなー。旅行ならではのことをして超楽しかった。でも、北海道って超めちゃくちゃ広いから、私が行ったのは札幌とちょっと出て小樽には行ったんですけど、他にもいろいろね楽しいところいっぱいあるので。夜景もさ、そう、綺麗なところがあって、もう、ま、北海道めっちゃ広い。北海道の中に日本入るんですよね、確か。本州が入るのか。本州が入るぐらい。東北？だいぶ違ったね。嘘？だってどう見ても入らんもんね。あ、全部嘘だ、なんですけど。
はい、なんかでも、あの、そう、一日とかでは到底回りきれないぐらい北海道ってめっちゃ広いから、すごい一週間とかかけて各地を巡ってみたいなっていうふうに思いました。すごいね、日本の中にあるのにそう、それができるってすごいね。一週間ずっと行っても全然楽しめる。笑われるし、なんかこことここ行きたく、函館と、なんか札幌行きたくって、うん、で1日のうちに午前こっちでとか言うと、うん、無理だよみたいになるらしくって、移動だけでってこと、そうそうそう、だからバグるんですよね、あの大きさに。あ、全部行ってみたいです。いいね、いいとこ。じゃあゆうちゃん、ゆうちゃん、静岡は行ったことはある？あります。おー、何したの？え、掛川の方へ行って、掛川花鳥園っていう、あ、うん、聞いたことある、聞いたことある。結構行って、家族と一緒に行ったり、うん、お花とか鳥さんとかのとこだよね。そうです、鳥さんと。で、ゆかちゃんは？はい、おやです。おやは福岡県。なんで、ゆかちゃん、もう一人ゆかちゃんいた。どっちのゆかちゃんかなって。ごめん、ほんとに、集中、あの、私は福岡県なんですけど、はい、福岡県ついこの前旅行で行きました。その時に、その時が初福岡だったんですけど、飛行機で行ったんですよ。で、まず最初にびっくりしたのが、福岡空港って街の中にあるんですよ。空港ってだいたいセントレアとかも、このちょっと離れたところにあることが多いじゃないですか。だけど福岡は街の真ん中にあったので、空港、飛行機で空港まで降り着いたら、まず最初の観光地行くのに大体どこ行っても時間かかるもんじゃないですか。関空とかもそうじゃないですか。だけど福岡はすぐ観光ができたんですよ、街中にあったので。あと、やっぱり一番印象に残ってることは、食べ物がすっごく美味しくて、ラーメンとか、あと何食べるかな、アマオのアイスとか、うわ、あとずっと食べてみたかったのが、梅ヶ谷餅っていう、なんか太宰府天満宮の道路に売ってる餅も美味しかったですし、あまおうの一番美味しかったのが、あまおうのいちご飴なんですよ。あまおういちご飴、すっごい大きいいちごが連なってるいちご飴で、いや、もうやっぱ美味しかったです。いちごの酸味と飴の甘さが合わさって、もうなんかずっと忘れられない味だなって思ってますね。はい、はい、どこ行ったかな、はい、何したかな。でも本当にずっと食べてた。あと、餃子、なんかちっちゃい餃子も有名なのかな。で、ちっちゃかったからもういっぱい食べたし、そんな感じか。だから、あの、公園でゆうちゃんが行きたい県で福岡県行ってたんですけど、福岡県に行ったらぜひ食べ物をたくさん食べてみてください。はい、はい、おすすめですですかね。旅行の時マジめっちゃ食べちゃうよね。めっちゃ食べちゃう。なんか旅行だからいいやってさ、お外ばかりみたいな。そう、食べちゃうよね。なんか普通、なんか朝昼晩でお腹いっぱいになるはずなのに、完食してても夜ご飯も食べちゃうの、なんでなんだろう。食べてる。旅行マジックがね、かかっちゃう。そうなんです。なので、あんまり詳しくないんですけど、この前行ってすっごい美味しい食べ物がいっぱいあったので、今好きな県なんです。はい。私、鹿児島県の奄美大島っていうところなんですけど、あの、2018年とかかな、にラジオ女子でツアーをやって、ラジオ女子と行く奄美大島ツアーをやって、そこでね、初めてお邪魔したんですけど、そのツアーでは、なんかその、さっき言ってた旅行特有のいっぱい食べるみたいな感じじゃなくて、カヌー体験したりとか、なんか幸せになれる亀さんみたいなのがあって、あの、亀の手、足、どこ触るかによってお金とか恋愛とか人間関係とかいろいろあったり、もう私は全獅子触ったんですけど、そして1個決めるんじゃないんですか？多分欲張りだよ。いや、欲張り。多分欲張り、それは。欲張りって感じなんですけど、でもね、薄れちゃうかな。一個一個の効能が。いや、全部もういただきましたよ。まあ。で、それ楽しくって、あの、グルメ的なことで言えば、鶏飯っていう。ああ、美味しい。めちゃくちゃ、あの、告知、ツアーの告知をするときとかにも、あの、めっちゃ、鶏飯を一緒に食べましょうって言って、鶏肉、なんか、なんて言うんだろう、お茶漬けみたいな感じなんですけど、それもリスナーさんと一緒に食べたり、美味しかったんですけど、そのカヌー、さっき話したカヌーとかが雨で、ちょうど梅雨の時期に行ったんですよ。だから、雨だったから、その、最高に楽しめたかって言われると、あ、はい、そう、ちょっと雨かっていう気持ちも乗っかってやったから、
でもカヌーとかすることがない。ない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 。普段絶対ない。そう。だからそれって運動神経とか結構いる。バランスとかいろいろ。上手い人はめっちゃ上手いよね。めっちゃ速くなったりして。そうだからまた雨降ってないとか時とかに、うん、またみんなで行きたいなっていう希望も込めて、うん、で楽しかったから、うん、なんか最初になんかようこそ奄美へみたいな、そうそうそう、ありましたよね。奄美のに住んでる方が、うん、そう、あのお出迎え、うん、横断幕というか、なんていうんだろう、やってくださったり、新聞のね会社の方とか来て、あの奄美の新聞に載ったんですよ、うん、びっくりしました私。そうだから、うん、そう、めっちゃいい街、優しいし、みんなが、だからね、また行きたいっていうので好きなところですね。うん、ラジオでまたツアーとかしたいですね。あったらまたここに上がった、ね、四国圏とかでもそうですけど、水野88カ所巡りしてみたいです。うん、何だい、あの、うん、四国にある、お、わかる88カ所巡りって何するんだと思う？え、88カ所、うん、え、知らんかも。でも日本って24ですよね。え、待って、違う？じゃあ24とか言いませんか？心悪いやん。え、なんでなんで、違います？じゃあどこか選抜落ちしてますね、ね、これは。はい、24くらいか。みたいな感じなんで。みたいな感じなんだ。行きたいですよね。24都道府県に？ 24 都道府県に。そっか、全部行ける。88カ所。そう。88カ所は、うん、お寺とかを、なんか決められた88箇所があるんです、四国に。そこをこうなんて言うんだろうな、こう修行みたいな感じで全部回って、全部回るとなんか一個達成みたいな、修行達成みたいな感じになって、結構縁起が良かったりとか、自分の精神だとか肉体とかを訓練、そう、鍛えるっていう意味があって、あの、ちょっとずれちゃうんですけど、私、水曜どうでしょうっていう番組が超大好きで、うん、大泉洋さんが受験シーズンになると、受験生応援で88カ所巡りをするんですよ。もうそれがもう死ぬほどおもろいんで、ぜひ見てください。お願いします。お願いします。ちょっと離れちゃったんですが、はい。行ってみたい県でした。どうでしたか？皆さん、行きたくなりましたね。なんか、他の子が行ってた県もめっちゃ行きたくなったし。そう、多分リスナーさんにさ、あの、自分の県が、うん、を上がったこともいたり、うん、自分のところ上がらなかった人とかは、うん、こんなとこ魅力あるのになんでわかんないんだよって、あ、確かに、ね、うん、教えてほしいです。ぜひコメント等でも教えてください。ぜひこの動画もチャンネル登録、高評価、コメント、そして拡散よろしくお願いします。お願いします。以上、私たちラジオ女子でした。ありがとうございました。旅行大好き、旅行行きたい。